どうも、ティラミスです。今日は今流行りに流行りまくっているバリアブルローラーを使っていこうと思います。こちらの武器の説明をすると、塗りが一番強いんですよ。スプラ史上。マルチミサイル一生撃つみたいな。で、今バンカラマッチに潜ると、一部屋に必ず一人はいるんじゃないかっていうぐらい流行ってて、完全にスプラトゥーン2なんだよな。スプラトゥーン2の最後の方ってマルチミサイルが本当に強くて、ジェットスイーパーかバリアブルで丸ミサ連打するみたいな人が多かったんですよ。だから3では丸ミサ弱体化されてるのかなって思ったら、普通に何も変わってなくて、で今みんなあれ3もマルチミサイル強くないって気づき始めて、みんなバリアブル使ってるっていう。2のステージとかで丸ミサ連打してるとマジでスプラトゥーン2やってるんじゃないかみたいな感覚になってしまいます。でこの武器ってとにかくマルチミサイル連打が強いって言われてるんですけど、まあ強いですね。マルチミサイル連打してるバリアブルは弱いみたいなたまに聞くんですけど、正直塗ってるだけでだいぶ強いです。やっぱり塗りが強い武器なんで、塗るのが強いっていう。まあでも塗ってると結構ね、相手がこいつうざいなみたいな感じで倒しに来るんで、それを返り討ちにするのは大事かもしれない。やばいやばい、怒ってる。結構塗ってると相手からね恨みを買うんで、自分からキルあんま狙いに行かないんですけど、来たら倒すよみたいな。オッケーオッケー、塗りまくって敵が詰めてきたらこの一角で、これが強いんだよな。旋風キルもできちゃうっていう。うわ、ミスった。てかやばいな、カウントが思いのほか積んじゃってる。いや、いいナイス玉。やば、変なとこ来ちゃった。あるある。左か右迷って真ん中折れちゃうみたいな。ナイス、1キル。塗りはマジで任せてほしい。さっきは流れで下に降りて戦ってたんですけど、基本的には自陣でこうやってエリア塗るみたいな動きが強いですね。味方やられちゃってるけど任せてほしい。バリアブル人数不利でも普通にエリア位置できるからな。丸見さんも入れてる。いや、このエリアだけは取らせんよ俺、何があっても。チャージャーだけ怖いけど、丸見さんもうすぐ溜まるから。うわ、ナイス塗り。やばい、ひたすら塗ってるんだけど、立ち位置的には光栄みたいな感じですね。エリアひたすら塗って味方がキル取ってくれるの待つみたいな。でもこんだけ塗ってマルチミサイル入れてたら味方もキル取りやすいからね、割と。マジで一生塗ってる。やばい、喋ることが危な。オッケーオッケー、勝ったんじゃね？やべえ、塗ってるだけで勝った。マジでスプラトゥーン2だこれ。一生丸見さ打ってたんだけど、前半はまあまあキレ取ってたけど、後半塗り破るローラーすぎる。ナイス。いや、スプラ3でも丸見さ本当に強いな。ただこの試合はうまくいったんですけど、この戦法バンカラマッチだと勝率があんまり安定しないと思ってて、というのが味方に後衛チャージャーとかがいるとポジションが被ってあんまり丸ミサ連打ができなくなっちゃうっていう。マテガイのガチエリア編成事故来てほしい。よし、終わってる。編成事故で今ね、なんで喜んでるかっていうと、やっぱり強い編成のバリアブル見せるだけだと、バリアブル塗ってるだけでいいじゃんってなると思うんですよ。だから弱い編成の時のバリアブルの勝ち方も見せたいなと思って。でこの編成の何が弱いかっていうと、後衛3枚なんですよ。チャージャー、弓、バリアブルっていう。でこの編成で僕がさっきみたいに自陣塗り塗り丸見座戦法すると、味方が本当に動きにくくなっちゃって、いや、そのサンドイッチクイボうまっ。でこれとか味方の立ち位置が全員自陣にいると思うんですよ。
左上で多分弓とかチャージャーが狙ってるみたいな。で、ここに僕が、自分も左上でヌリヌリしていいっすかみたいな感じで、左上に固まっちゃうと、バシャン。もう前出る人いなさすぎて、すべて崩壊するみたいな。こうやって前出てると、味方のチャージャーとかからすると、敵のこと狙いやすいと思うんですよ。あ、味方のバリアブル打ち合ってくれてるから、後ろから狙えるわ、みたいな。逆にさっきの試合みたいに僕がヌリヌリしてると、もう、敵が手前にめっちゃ来ることになっちゃうから、チャージャーが全然狙えなくなっちゃうっていう。だからこういう試合は、めっちゃ前に出ます。これがバリアブルのいいところで、OK。塗って丸見さんの立ち回りが一番強いんですけど、前出ようと思ったら、一応前でキル取れるっていう。まあでもどっちもできるからこそ、そこが難しいみたいなとこある。味方にチャージャーいたらしっかり前出ないとって感じで、逆に味方に後衛武器いなかったら、あ、じゃあこの試合は丸見さ連打しようみたいな。味方の武器によって立ち回りをかなり変えないといけないから。OK。ちょっと大変。気持ちよすぎだろ、縦振り。ナイス。俺は相手間に合わないでしょ、丸見さんを入れてるし。ナイス、みんな頑張った。おい、おい、なぁ、怖かった。ナイス。で、この試合めちゃくちゃ喋ってたんですけど、この動画を見てね、バリアブル使おうってなった人もいると思うんですけど、味方によって立ち回りをちょっと変えてみてください。チャージャーいる時とかにヌリヌリモード入るとマジで負けるから、編成見るのが大事だ、味方の。マヒマヒのガチエリア。このステージ、リッターがよく強いって言われてるけど、バリアブルもマジでエグいんだよな。エリアめっちゃ効率よく塗れるから。エリアが小さいとこのが、バリアブルやっぱいいんですけど、二振りぐらいでストップかけれるから。ここはエリアが比較的小さいんで、マジで、ちょっと相手に隙があったらエリア一人で塗れちゃうみたいな。バリバリか、こっちの編成。バリアブル2枚強そうに見えて、塗る場所が被るから、あんまり強くないんだよね、実は。あと最近、丸武者戦法で流行ってる、新人の、ラクト君だっけ？まだ楽屋に挨拶来てないんだよね。一応3年間ぐらい僕、丸武者打ってるんで、先輩なんだけど、大丈夫かな？はい、僕はバリアブルです。ラクトより絶対バリアブルの方が強いと思うんだよな。ラクトでスペゾをガン積みして丸みさ打ってる人いるけど。うわ、うま、今のやれないか。ラクト射程が短いから、効率よく塗れるときはバリアブルよりも塗り強いと思うんですけど、例えば今のマヒマヒの状況とか、このときバリアブル射程長いから、効率よくエリア塗ったりできるんですけど、ラクト射程短いから、こういう押されてる時にできることがバリアブルのが圧倒的に多いから、塗るだけだったらバリアブルのが強いんじゃないかなと思ってます。ラクト使うなら結構前出る立ち回りした方が強い気がする。丸見さ連打の人が多いけど。っていうね、めっちゃ話してるんですけど、今日の動画、てかいつもより喋ってると思うんですけど、これはね、バリアブルを使うと塗ることが多くて喋ることがなくなっちゃうかもって思ってたんで、話す内容を考えてきました。っていう、このことすらも話す内容を考えてた一部なんだよね。マジでさ、塗るだけだからな、結構。マヒマヒマジやばくない？チャージャーも強いって言われてるけど、チャージャーね、射程が長い。長いけど、マルチミサイルの射程無限だからな。バリアブル2枚結構強いかもしれない。暇があったらトラップ置きたいな。サブがスプラトゥーン2の時は9番ボムだったんですけど、トラップに変わりました。でもトラップの方が強い気がする。9番も強いけど、メインのイング消費が激しすぎるから、あんまりもともとサブ使わないみたいな感じだったんで。で、トラップって固めた時とかエリアに置いたりできるから、9番よりもトラップの方が強い説まで出てる。結構死なずに丸めさ打ってるけど、カウントが微妙な、あぶね！
うわ、すまん、それ。やばいか、これ、カウント結構進むな。頑張れ。生きたらでかい。しゃあない、しゃあない。丸美さん、とりあえず速攻打とう。うちの編成、ノバしか結構打ち合える武器がいないから、ノバの負担がすごそうだな。まあ、それでもちょっと丸美さん連打するんだけど。この試合はちょっと、相手にチャージャーがいるから、やばい。硬直ぬ、あー、そう、硬直が本当にやばいから。おー、危ない。いや、縄跳び大会。ナイス、職安打。ノバ頑張ってくれてる。ナイスキル。ノバに頑張ってもらって、俺とバリアブルと、スパイガジェットで塗る。スパイガジェット、中 A みたいな感じの武器だから、前そんないけないからね。オッケー、でかい。前線はマジでノバに任せる。オッケーオッケー。来た敵は倒す。この試合、ザ・バリアブルって感じの立ち回りしてるわ。これが一番強い。味方前出てくれるから、成り立ってる。稼ぐだけ稼ぎたいな、カウント。いや、すまん。ブレバリ強いな、さすがに。ブレバリ。オッケー、でかい。で、丸みそ溜まる。アイラ頑張れ。味方頑張ってる一人で。いや、しゃあない、それ。でも、ま、下で粘ってくれれば、こうやってバリアブル、ウェーイ、めっちゃ噛む。バリアブル部隊が、めっちゃ濡れるから、この時バリアブル使ってる味方すると、味方何デスしてもいいから、前出てくれたらありがたい。前出てくれたらエリア、マジ濡れるんだよな。いや、そのグレートバリア強いな。ラッキーラッキー。なんか1キル。バリアがやべえ。ただ丸みさ溜まる。丸みで。これ勝ったんじゃね、味方も撃ってるから。濡れなくない、丸みさ避けながら。最強。最強だ。味方ナイス。スパイガジェットの人とノバが結構前行ってくれてたから、それマジ助かる。スキルはそこまで取ってなかったかもしんないけど、前行ってくれれば安全にバリアブルが濡れるから、丸めされんだ、綺麗にできたら、こんな感じで勝てるからな。マジでナイス。味方に感謝すぎる。いや、ナイス。ノバの充電は熱い。充電するぐらい前行ってくれてたってことだから、前行ってくれればね、安全に濡れるから。マジナイスだ。という感じで、バリアブルの使い方、ちょっとでも参考になったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。